はい、皆さんおはようございます。いつもね、紹介しているブラキステルマプロカモイデスなんですけども、本日ですねご紹介したいことがございます。というのはですね、これ見てくださいよ、お花が咲きましたお花がね咲くの自分初めてなんで、どういう現象なのかなってところがね本当分かってないんですけども、ちょっとね花咲く現象っていうのが珍しかったんで、ちょっと動画を撮ってみました。でね、田舎なのでもうね早朝からもう草刈りの音がねブン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 ね、もううるさいなっていうところはちょっとねご容赦くださいってところで、それからねなんか家族もねまだ寝てるので、ちょっと小さめで、声小さめでお届けしておりますね。お前の声なんていいから早くブラキステルマプロカモイデスを出せっていうね、ご要望にお答えしましてですね、こちらの初めからですねお見せしております。はい、こういうね形でなっているという状況ですね。で、今までちょっとピントがボケてたりしてたんですけども、今回はまあオートフォーカスにしましたので、まあ、ピントの方はねちょっと甘いですけども、まあ、全体的に合ってるというような形式ですね。お花が咲く前まではですね、こちらの、開根からまっすぐにこのツタが伸びていたんですけども、なんかいつの日からかこうしょぼんとなってきちゃったんですよ。で、これな、もしかしたらこれ虫かなんかにやられちゃったかなと思って心配はしていたんですけども、まあねこのようにお花をつけてくれているので、大丈夫なのかなというところですよね。で、肝心なお花の断面をです、断面というか正面を見せたいんですけども、どうすれば見せられるかということで、なんかこう垂れ下がってるのが正なのか立ち上がった方が正なのかっていう部分で、どっちが正なんでしょうかということで、少しグイッと上げてみますか、引きでグイッと上げてみますかね。ちょっともうお花、今回はお花をメインに撮影していきたいと思います。そのため開墾とはですねちょっと別撮というかですね、別点状態で見ていただければと思います。あんまりこう動かしていいのかどうかっていうところはあるんですけども、正直ねちょっとトラウマがありますので、このね、幹の部分からね、幹というか開墾の部分からぼっきりねいっちゃったら嫌だなとかね思ってますね。はい、今ねお花が見えましたよ。ちょっと待ってください、どうしたらいいんですかね、これはね、どうしたらいいんですかって俺に聞かれてもっていう方いっぱいいらっしゃると思うんですけども、ちょっと待ってね、ここでこう指で押さえながら、このこいカメラを、結構硬いな、ちょっと待ってください、ガチンってカメラが鳴りそうだな、どうすっかな、意外にカメラがこれ硬く締まってますので、ちょっと一回手離しますね。あんまりこういう動作をすると良くないんじゃないかなと心配はしているんですけど、カメラがちょっと動かないので、いずれにせよですねね、フォーカスがオートフォーカスにしているので、どこにね行ったらいいのかってことでね、カメラがちょっと聞いてきますけども、ちょっとここにして、はい、暫定でこの位置にして、でちょっとお花をですね上にちょっともう一度だけ持ち上げますね。あんまりねこれやるとこの開墾に負荷がかかるんじゃないかなというふうに思ってますけど、まあ自然界でもねそんなない状況でも、風が吹くんでない状況でもないのかなと思います。はい、こんな感じです。どうでしょうか。もっと近くのがいいですね、せっかくなんで。ね、いいカメラといいレンズを使っておりますので、その学術的にね、見ていきたいというような。上のね、花に、ピントを行かせております。ちょっと待ってください。こういう状況ですね。俺がその、茎からねこう手で持ち上げているんで、どうしても手の揺れが入っちゃいますけど、こんな感じですね。そう、これねマニュアルフォーカスじゃないんで、フォーカスがね自動でこうずれちゃうのがこのオートフォーカスの悪いとこなんですけども、こう横から見た感じはこんな感じですかね。これもね貝殻虫がつきやすいんで、まあ要注意という形なんですけど、
あのね、知らず知らずのうちに開口をね、押してましたよ、自分で。危ない危ない。根がね、まだそんなには多分定着してないんで、おっとっと、これ相当なね、ダメージを与えている状態ですけども、そんなにはね、根が定着してるわけじゃないんで、後ろにフォーカスが行くんじゃない、はい、こういう状況ですね。いいですか。で、葉っぱの中心にやっぱりこれ雌しべがある。雌しべっていうのかな、すみません、そのね、雌しべと雄しべの違いが小学生でやったつもりなんですけど、ちょっと分かってなくて、その雌雄同体だと同じ中にその雌しべと雄しべがあって、でそれでまあ合体するっていうふうに聞いたんですけど、合ってますかね。ちょっとすみません、その受粉とかの関係がすごく疎くてですね、申し訳ないんですけど、おそらくこの中心にある黄色の部分に花粉がつけば、これすみません、教えていただければですね、教えていただきたいんですけど、ブラキステルマプロカモイデスのこの受粉の仕方、詳しい方がいればちょっと教えていただければなってところなんですけどね。こちらの黄色に多分、ぐねーんってね、こんなにグネーンってやって大丈夫かなってことでね。大丈夫かな。虫がついてなければね、その状態でいいんですけど、すみません。よいしょ、ピントがね、すみません。要するにこの開根から出てくる、ここの部分がね、ちょっと弱いんじゃないかなと思って。結構ポキっていったことがあるんですよ。次の回で私がこれと似たような植物を枯らしてしまってミイラにしてしまったというですね、ミイラ、すみません、滑舌が悪くて申し訳ありません、ミイラにしてしまったというね、事例がございますので、そちらでね、なんでこんなに怖がってるかってことをちょっとお知らせしたいと思いますね。怖いですよ、本当にね。虫なんですよね。その貝殻虫を本当に甘く見てると、この開根を枯らされてしまうぐらいな力あるので、奴らは本当に貝殻虫大嫌いということで、貝殻虫が来たら、進撃の巨人ばりにですね、駆逐してくださいね、本当にね、駆逐してやるっていう理由が本当に分かりますよ。あんなのいたら本当に、ダメージしか与えないので、はい、こんな感じですね。ちょっとね、甲虫の幸いで今ね、お花がこうアップで映ることができております、まあ上から見るのが一番いいかな。咲いてるのがありますので、ちょっともう一個こっちの咲いてる方ですね、はい、こんな感じ。ピントが甘いですよね、正面に映っちゃってるんで。その辺がね、マニュアルとは違うところ、ちょっと待って、マニュアルとか行くのかな、行かないですね。オートフォーカス中はすいません、マニュアルフォーカス効かないみたいですね。あ、効くな、すいません、効いてますね。あ、効いてないかな、どっちなんだいって感じ。あれ、効いてないね、これはね。本当であればその奥の黄色い部分にピントを合わせたいんですけど、なかなかね、うまくいってくれないということで、そこは本当に切り替えられればね、いいんですけど、これで移動？これでどうって、なんで急にタメ口になったのって話なんですけど、どんだけ自分の家はこうガサツにね、物が置いてあるのかって話なんですよね。よいしょ、ちょっと、はい、はい、はい、こんな感じですね。いや、これいいんじゃないですか、一番ね、いいピントがね。カメラが自動で合わせてくれたね、ピントなんですけども。中心の、よく見えるのはやっぱマクロレンズ。マクロレンズ使ってるんですよ、これね。これね、ソニーの、α6300 の、さらにそれにマクロレンズつけてますけど、若干ピントが動いてる、これなんか。若干ピントがね、なんか動いてたりしますよね。まあそれは、ご愛嬌というところでね。これね、ピント固定できないんですかって感じ。これ固定してんだろうな、きっとね。ちょっと操作がね、いまいち分かってないところなんですけど。
あ、これ押しながらもしかしてこれピントをこうやるの、もしかしてこうやって、あっち、あ、そうだね、多分分かりました。これピントの微調整の仕方分かりました。こういう状態だ。このフォーカスを持っていって、はい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 、こういう状況でございますね。ちょっとね、あのせっかく覚えた技なので、こちらをマニュアルフォーカスに切り替えるボタンありましたので、そちらを押しながら、あ、ごめんなさい、ごめんなさいっていうかね、どこ行っちゃったんだよ、お花さん、どこ行っちゃったんだよって、そもそもフォーカスを合わせてくれよって話でね、フォーカス長々すいませんね。一回フォーカス合わせてこれ固定しまして、まあこれでいいか。はい、黄色のね、中心に、すいませんね、カメラのね、なんで自分の操作説明になったのかっていうと、ね、最後ね、まあ、これで締めたところなんですけども、操作説明をしながらちょっとお別れしたいと思いますね。あのこの後は大したこと言ってないので、あの各自解散していただければと思うんですが、押しながらこう回すとこうピントが変わってくるので、はい、これをねこう合わせていって、はい、これが花弁ですねとか、あ、中のあそこの中に、本体があるんですねとかつってね、これできるんだ、こう押しながら、で押しながらじゃないとマニュアルにならないから、押したままずっとこうやってやってるっていうのね。だから本当はマニュアルフォーカスで固定しちゃったのがいいのかもしれないですね。はい、で離すとちょうどね、あのオートフォーカスになるので、なるほどね、マニュアルフォーカスベースのオートフォーカスなのか、オートフォーカスベースのマニュアルなのかっていうのはちょっとね切り替えていただければってとこですね。はい、で今こちらに見えてるのは、ね、つぼみの状態ですよね。つぼみの状態がこちらに見えてると、こちらというか右下の方ですね、右のエッジの部分にちょっと見えてるよって感じですね。うん、まあね、この鉢の形といいね、自分はこのなんだよな、出てこない、名前出てこない、ブラキステルマプロカモイデスが気に入ってます。これね、初めてね、あの千葉にあります、サボテンオークションじゃねえな、ちょっと待ってよ、これどこで買ったんだかな、あれあれあれ、グランカクタスだ、あのグランカクタスさんからオークションで買いました。で、正直グランカクタスさん行ってみたいんですけど、まあコロナの関係もあったりとか、あとちょっと千葉にまで行くのはちょっと遠いんで、あのネットオークションで買いましたけど、安くなかったですね、相当高かった気がします、2万円近くしたんじゃないかな。でしかもね、これね、見たらね、未発根だったんですよ。でグランカクタスさんって、あの発根の状態は株を傷めるので確認しませんみたいな書いてあるんですけど、おいおい、さすがに未発根かよっていうのはちょっとびっくりしましたけど、まあ無事発根してくれたんだと思います、自分の環境でね。まあグランカクタスさんを悪く言うわけではないんですけども、まあ、本来であれば株の状態を確認してね、あの買っていただければなって感じですね。で最後に全体の引きを見せて、お別れしたいと思います。こんなようなお花が咲きましたと、めでたしめでたし、いつまでも幸せに暮らしましたと、さあじゃねえよって話ですよね。はい、こんな感じでね、できてます。ありがとうございますね、これからもお願いいたします、チャンネル登録の方もお願いいたしますとは言いませんよね、本当にね。あれ、なんでみんなチャンネル登録お願いしますって言うのかなと思って、言わなくてもいいのを作ればチャンネル登録するし、なんか恩着せがましいですよね、チャンネル登録お願いしますみたいなね、最後の言い方がね、あ、ちょっと自分好きじゃないなと思ってるんですけど、まあ一応ね、あの初回なので言っときますね、チャンネル登録をぜひしていただけたら嬉しいですねってね、言うなって話でね。はい、どうもありがとうございました。